オリオルカレッジ正面玄関、オリアルカレッジ、オリオルカレッジは、オックスフォード大学の構成カレッジの一つで5番目に、古いカレッジ、1324年創立、オックスフォード、オリアルスクエアにある。オックスフォードで最古の中世のホールタクリー、S インを含む4つの中世からのホールを持つ。ハイストリートに面した側には、正面玄関の上に、セシルローズの像があり、 その下にはエドワード7世とジョージ5世の像がある。碑文はイーラルがムーブメンにファイセン社主リー・ローズとあり、これはローズの偉業を認めているだけでなく、1911年の建設日を示すクロノグラムでもある。この像は2015年のローズマストフォール運動をきっかけとして数年前から抗議の対象となっている。数日前に、 ブリストルのエドワード・コルストンの像が引き倒されたことを受けて2020年6月にも何百人もの抗議者が撤去を要求した。像はジョージ・フロイドの死をきっかけに起きた抗議活動の間に標的にされていた。オックスフォード・ユニバーシティ・カレンダー2005から2006オックスフォード・ユニバーシティ・プレス ISBN0199283702 モリス ヤン・オックスフォード、オックスフォード、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、P221、セシル・ローズ、プロテスターズ・デマンド、オックスフォード・スタチュー・リムーバル、BBC ニュース、https、www.BBC-COUK ニュース、UK ・イングランド・オックスフォード・シャーマイナス -5297 万56872020年6月9日。 閲覧、ありがとうございます。